合宿の早朝ランニングの話、合宿の早朝ランニングの話。私学生時代に運動部に入ってまして、で夏になると合宿に行くんですね。その部活の仲間とあるね、海沿いの町に合宿に行きました。夏合宿ね。で朝はですね、もう4時とか5時とか暗いうちに起こされてね、ランニングするんですよね。まあ顧問がスパルタというかね、まあ、そんなスパルタでもないけど、まあその合宿の時は結構きついことをやらされましたね。朝の夜明け前からのランニングで、目的地はどこかっていうと海沿いなんで海まで行くわけね。で海まで行ったらまた帰ってきて宿まで往復するランニングなわけですね。で道わかんないんで、最初はその先生が、顧問の先生が、まあ多分その顧問の先生の地元だったのかな、わかんないけども、顧問の先生がよく知ってるから、顧問の先生を先頭にして、ランニングするわけ。はい。で自列になってね、ランニングするわけ。うん。で、言われていたのは、帰りはね、先生はもう先導しないんで、みんな命々で帰るように、みんな命々で走って帰るように、往復ランニングなんで、往路は先生が先導すると。復路、帰ってくる道はですね、自分たちの記憶で宿まで帰ってこいみたいな、そういう話だったんだね。多分先生は、後で帰ってくるか、まあ他の交通手段で帰ってくるか分かんないけども、まあそういうランニングがありました。でね、トータル 2,3 時間だったんで、距離的にはそんなに長いこともないと。はい、ただね、道が分かんないんだね。初めて行くとこですし、まだ出発時は 夜で、4時5時だから、全然もう暗いですし、周りのこと分かんないと。で、地図もコンパスも全く持ってないんで、手ぶらなわけですね。はい。まあ、お金ぐらいはね、みんな少し持ってたかもしれないけども。まあ、とにかく、道に迷ったら積むわけですよ。宿だからね。うん、なんか目印になるようなそういうとこじゃないんで、宿で旅館みたいなとこなんで、内陸部の旅館なんで、まあ、海沿いですけど内陸部の旅館なんで積むわけ。それはもう分かったわけね。多分みんなも分かってたんじゃないかな。帰りは道に迷う可能性が高いと。はい、私もそう思いました。行きはね、なんとかみんなで集団になって先生を先頭に、顧問先生を先頭に走るわけだけども、帰りはね、めいめいで記憶を頼りに帰ってこなきゃいけないと。うん。でね、みんなが一個の集団になって帰ってくる場合は、その集団の中でも地理に詳しい者がいるわけですよ。もう行った道一発で覚えるとか、そういう人は中には何人かいるわけ。あるいはみんなの記憶を総合して、ここ行ったことあるねとか、ここ間違いだねとか、そう議論ができるわけだけどもね、もうヘトヘトなんですね。みんなヘトヘト、朝っぱらから叩き起こされてかなり走りましたから。で帰りはね、みんなペースがバラッバラなんですね。でバラッバラってことは、縦に長く伸びてしまって先頭の人がもう見えない、後ろも全く見えない、自分一人になるというね、そういう厳しい状態なわけで、後ろから追いついた人もですね、多分道筋は記憶が甘いと私は踏んだわけ。実際そうでした。で2人で、ね、チームを組んで行こうとか、そういう風にしてる人もいましたね。ただまあ2人なんでね、そんなに大した情報はないわけで、2人間違えば間違うわけだから、でこれ道間違うなと思って行きをね、行きの往路をね、みんなで行ったわけ。私はね、帰ってくるときはめいめいそれぞれ帰ってこいっていうふうに言われていたんで、最初からこれ道を記憶しなきゃいけないと、何が何でも記憶しなきゃ、迷って帰ってこれないんだと。迷ってもね、最終的に帰ってこれるとしても 3,4 時間 5,6 時間さまよう体力はないわけですよ。うん。だから絶対に間違ってはいけない道をね、で記憶しなきゃいけない。でも私そんなに地理得意なわけじゃないし、地図をね、こう暗記するようなそういうこともその時は得意じゃありませんでした。むしろ苦手な方。はい。だから女性が地図読めないとかよくわかるんだよね。
まあ、地図は読めましたけど道の記憶が甘いんですね私ね、うん、今はねそんなこともないんだけども、その当時は中学校の頃は中学校高校の頃は、中高生の頃は地理の記憶があんまできなかったですね。で自分でもね地理苦手だって分かってるんで、しかもね長距離が私苦手なんですよね。得意じゃない。すぐ横っ腹が痛くなるしスピードも出ない。はい、だから遅れる集団から遅れるってことも想定できるわけ。最後尾を一人ポツンと行って迷うと、迷えば後ろから来た先生顧問にも発見されずにずっと迷うというね。だから今考えるとそのね朝のランニングはどうなんだとちょっと思ってしまいますよね。それどうなのと。確かに運動部で走ることはね、訓練になるんだけど、その暗記道を記憶して命名で帰ってこいっていうのはそれは全く競技には関係ないですし、こう迷って事故にもあったらどうするんだっていうこともありますし、うん、だからよくね知ってる土地ならですね電車に乗ってでも何でもできるわけだけど、全く知らない初めて行った、まあ、田舎の港町ですよ。はい、だからねそのね練習はどうなんだと私は思ってましたけど、まあとにかくやるしかないんで、ね、で私がねこの往路で行きでですね暗記したのは何か、曲がり角を覚えるんだと。基本直線で海まで行くんだけども曲がり角があるでしょ。曲がり角は5、6個あったかな。5、6個細かいのまで合わせると5、6個の曲がり角があったと、うん、でその曲がり角を絶対に間違わないで曲がるんだと。それを行きで暗記しとけば帰りもその曲がり角で曲がって宿まで帰ってくれると、そう踏んだわけね。でまだ暗い中ですからこの記憶でっていうのもなかなか難しいよね。しかも風景は明るくなると分かんなくなるからね、明るい時に記憶したものは暗くなると分からなくなる。逆もそう、暗いうちに走ったところはですね明るくなって逆から走るともう全く分からないと。はい、それ予想通りでしたね。道を記憶して風景でこの走るっていうのはねこれは無理でしたね。私がやったのは曲がり角の目立つもの、ものを暗記するんだと。例えば自動販売機、例えば郵便ポスト、例えばですねまっすぐ正面に向かって走っていて右に曲がるとしますね。そうすると右の角にポストがあれば郵便ポストって暗記するわけ。はい、でまっすぐ行っていて左に曲がるとするね。で左に曲がる角に角っこですね、左のコーナーに、自動販売機がある自動販売機と、そう暗記するわけ。まあ自動販売機なんかはねたくさん種類があって数もあるんで、例えばポッカとかね、コカ・コーラとかそういう詳細な看板を暗記するわけ。そうすると郵便ポストコカ・コーラなんていう風に曲がっていくとですね、帰りは逆にコカ・コーラ郵便ポストと曲がれば元に戻れるわけ。うん、それやりましたね。で5、6個暗記して、こう行くまでにこの海沿いに行くまでに、郵便ポストコカ・コーラみたいな感じで、こう唱えながらね、行きました。そしたら5、6個なんでね、暗記すること自体は難しくない。で帰りですよ、帰り袋ね、みんなバラバラになって疲れてるものはゆっくり、元気のあるものはダッシュで走っていっちゃって、こう長く伸びたわけ隊列が。でもう全く前の人の姿見えないし後ろの人の姿も全く見えないと。で私はですね自分の記憶に記憶通りにそのコカ・コーラの自販機とかそれから郵便ポストとかこう曲がっていくわけね。そしたらね帰れましたよ、旅館に一人で。地理なんて全く覚えてなかったけども、曲がり角の、目立つもの、目立つものがなければですね看板のスクールゾーンとかね、はい、そういうあれ番地の表示をもうダイレクトに覚えてしまうとか、角っこにあるものですね、それを覚えて、帰りましたね。そしたら旅館まで行けたと。
で他のみんなはどうだったかっていうと、戦闘集団はさすがにね、迷わずに行ったみたいね。はい。で、後の集団はですね、迷って全然帰ってこない、人もいましたし、私のように、きちっとね帰ってきた人もいました。